こんにちは、おもとの方面園です。今日はおもとによく使われる水苔についてお話したいと思います。この水苔というのは世界で150種、日本でも50種近くあるもので、かなりこれ私たち全国で山の持ち主の方やその水苔栽培されている方からいろんなところから取り寄せてるんですが、房の大きいものから小さいもの、様々ありますね。で、今回特に紹介したいのがこのちっちゃい水苔ですね。普通の水苔がこのぐらいの大きさなので、どうでしょう、4分の1とか、かなり小さいのが分かると思います。でこれやっぱ小さい分非常にこう可愛いんですが、やっぱりちょっとだけ難しいんですね。そうなんで栽培がちょっと腕に自信ありの方、是非やってみてほしいと思います。かなり緻密でこう細かい水苔ですね。はい、ではおもとの水苔について紹介しました。おもとの方面園でした。ありがとうございました。